皆さん、おはようございます。寒いですね。沖縄もすっかり。まだ半袖とかりんしで頑張ってる人、うん、もういいよ、長袖着てよ、ね、はい、そんな季節になってまいりましたが、はい、時刻は9時30分を回りました。嘘のような本当の和の時間ですね。この和はね、あのお話の話を書きますね。和になって沖縄の和ね、話題の和ね、はい、嘘みたいだねっていう話ありますでしょう皆さんね。はい、今日はね、そんな話を皆さんにお届けしながら、嘘っていう言葉が何回出るでしょうか。数えててくださいね。はい、この番組は、ギノワ FM ギノワのね、ヒルズ通り FM ギノワのスタジオから、10時までね、放送をお届けします。はい、なんかね、メールアドレス、うん、水素のお話がありますかね、今話題の、うん、水素、水じゃないよ、水素ガス、うん、ということでね、気になった人、メールアドレス、はい、797@fmginowan.com ね、fmginowan.com です。うん、こちらにね、ぜひぜひお便りを起こして、お願いを届けください。それから、この番組、YouTube ライブ、それからネット配信ね、見れます。ホームページからさっさとサクサク見れます。はい、YouTube でアーカイブもお届けしてますからね。はい、あとはアプリ、リスラージ、マイチューナーレディオダウンロードで、いつでも聞けます。というわけで、はい、嘘のような本当のは、私、パーソナリティの土井秀人がお届けいたします。はい、まずは定番、もうこの人なしにはありえません。まずは、はい、ドクター水素ボトルの、はい、なんて言うんでしょうね、いや、ホーズショーさんですね。はい、大蔵正弘さんを今週もお迎えしています。おはようございます。はい、おはようございます。はい、ドクター水素ボトルといえばこの効き目、まろやかさ、あ、え鼻にね、ふっと入れるだけでね、もう全てが変わる、そんなお話、うっそんってお話をお届けするのね。まだ今日は素敵なゲスト、なんと2名もお迎えしておりますね。まずは、はい、この方も私たち以上にぶっ飛んだ、女性をお迎えしてますが、東京からね、うん、ちょっとロサンゼルスからと言ってもいいような、方なんですが、はい、株式会社 NTK の、代表取締役、笠井智子さんです。おはようございます。はい、おはようございます。スペース NTK の笠井智子です。本日よろしくお願いいたします。はい、スペース NTK ですから、あの、はい、何やる、ロケットの話そういうことですね、はい、皆さんね、あ、引かないでよ、ちゃんとボリュームね、もっと上げて聞いてくださいね、はい、なんとしかしもう一人の方、はい、社長ね、もちろん私ね、パーソナリティしてちょっと今日興奮してるんですけども、昔ね、よくあのアンディ・グブさんとかね、なんとかあの、ロシア の, あのすごいでっかい人ね、なんじゃっけね、いましたね、いろんな格闘技がすっごい流行ったりした頃にもうもろに影響を受けてね、はじめの一歩とかね、漫画、K-1 それからのボクサーのね、今あの息子さんのもね、あの水素とお付き合いあるのがないようなわかんないんですけど、あの達也さんね、うん、とにかく自分も戦いの場にということで、なんとライジンのね、ファイター庄司さんもお迎えしてます。どうも庄司さん、はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。はい、おはようございます、よろしくお願いしま す, い, ますいやいや、すごいですね、このスタジオの大変なことになってます熱気がブンブン濃いですね沖縄で言うと濃ゆいという濃ゆい、ね、濃ゆい雰囲気でお届けしてますけどもこれね、私も汗かいのか、地元汗かいですけどね、12月ももう半ば、もうね、あと残り何日っていう感じですけども、いや、どこでしょうか。私ね、あの笠井さんね、以前もね、はい、あのお越しいただいたりしたり、そうですね、ありますので、まあ、うそーんって言っても、まあまあちょっと慣れてきたんですけども、はい、うん、庄司さんね、ファイターの庄司さん、ちなみに、うそみたいなこう人生でのお話って何かあります？そうですね、まあ、あの、あ、ありますね、ありますね。ほうほう、例えば、僕沖縄で今年の7月に試合をライジンの大会で、やったんですけど、はい、で、まあ、その時もともと僕がやる話じゃなくて、あの友、あの友人の朝倉海選手っていうのが、あの、まあ、試合出るっていう予定だったんですけれども、まあ、自分もそのつもりでずっとこう、まあ、応援みたいな感じで行こうと思ってたら、5日前に、まあ、彼が怪我、拳の腕を怪我して試合に出れないっていうことになって、5日前に
自分が交代で出ることになったっていう。何でしょうか、まあ、それこそ野球でも何でもね、はい、心もさることながら体の準備があると思うんですけど、はい、それはドキドキというレベルを超えているような、マネージャーさん、何ですか、その主催者側から、はいはいはい、どうとやってくれみたいな。その時ちなみに何してました？こう居酒屋いやビール飲んでました、ね、はい、ハンバーガーセットと、もう僕は応援で沖縄に行くから応援に行く時って結構楽しめるんですよ、はい、自分試合ないからそうですよねだからもう僕はもうね、もうバカンスのつもりで沖縄に来るつもりで、でもう横浜でそのハンバーガーセットとビール飲んで、でその後沖縄アイスクリーム屋さん、ブルーシールのお店があって、はい、ああでブルーシールで塩バニラを食べてるところにライジンから電話があって、もう今からもう7キロ減量して5日で7キロ減量して試合出てくれって。うそー、ハンバーガーもまあカロリーねあるんですけど、はい、甘いもん、しかも沖縄に向けてブルーシールを、はい、食していた、はい、しかもビール、はい、飲むところに、はい、もう油断どころじゃないですね、はい、もうほとんど沖縄への準備を、はい、ね、うわびっくり、それでやりますとやっぱり、はい、やるんですか。もうやるしかないって、もう言われたらもうやるしかないと思ってるんで、相手の情報も、まあ、分かってはいるわけですよ、ね、はい、でもまさか自分がその方とどつき合いするとは、はい、夢にも思ってませんでしたね相手はもう何ヶ月も前からもうバリバリトレーニングして、はい、もう人生変えるためにもう韓国から日本に来た相手だったんで、向こうの方なんですね、はい、うわそれはそれでこれ私行きたかったな、知らなかったなそうですよね、沖縄でやったわけですもんね。そのなんていうかいい意味でのどんでん返しで、はい、ちなみに どんなだったんですか。はい、試合をして3ラウンドまで行って、スタミナとかもすごい心配されてたんですけど、うん、3ラウンド、戦って、で1ラウンド目でもう腕の骨が折れてて、パンチを打った時に、翔さんのですか。はい、僕のです。はい、でまあ、それで、まあ、諦めるわけにもいかないんで、やっぱり試合ってなると、はい、でそのそこで、まあ、気合で戦って、まあ、最後はやられたんですけど、まあ、それでも、まあ、その急な緊急の、まあ、オファーで、まあ、練習もしてない中で、まあ、それだけの、まあ、パフォーマンスを、まあ、出したっていうところをすごく、まあ、評価をされて、うん、はい、すいません、ね、この度ワールドカップがね、どうこうっていう世の中、先ほどねこの間までありましたけど、はい、ね、代わりのね選手ってね、いっぱい揃ってそのアウェーだろうが行くじゃないですか、はい、本当まさかねご自身がという中、よく本当にねご検討をされましたか、はい、そうですね、まあ、ね、朝倉海選手と戦おうとして向こうは仕上げてきてるわけですからね、はい、もう人生変えるために、ね、もうとんでもないもうすごいレベルですしね、はい、そもそもが、で、まあ、庄司さんもね朝倉海選手と戦っている経験があるのでね、うん、もちろんレベルはそういうレベルなんですけど、まあそうですよね、体がね、うん、ほら5日間で作り上げたらもう大変なことでね、普通じゃ考えられないことですよ ね、 ありえないですよね、うん、だから普段からしっかりとこう不節制をせずにしっかりとトレーニングを日々しておくことがやっぱ大切なんだなって思いましたね。いや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 、本当に皆さん、ね、皆さんもちろん僕も含めて他人事ではありながら嘘っていうお話も強烈ですね、本当ね、今ブローどころか飛んでってますけども、私、はい、ありがとうございます。一旦庄司さんね、ファイターね、ライジンのお迎えしていますけれども、まあね、もうぶっ飛ぶお話でしたが、ぶっ飛ぶといえばもう一方、はい、笠井智子さん、はい、ね、何をもってしてロケット飛ばして、ね、はい、
あれですよ皆さん、あの昔ね、あの机の上であのゴム の, あのスーパーカーピッてやってとか、そんなイメージじゃないですからね。はい、はい、ロケット本物です。どんなお仕事を改めて。あ、そうですね、この前ねお邪魔した時も少しお話しさせていただいたんですけども、あの簡単に言いますとスペース X 社、イーロン・マスクさんのね、あの創立した会社なんですけども、その、ロケットファルコン9というロケットに、人工衛星を収めるんですが、その人工衛星の中に、まあ、ご遺骨、それから、皆さんのメッセージカードなどを、搭載し、ロケットを打ち上げて、ただいまですね、4月2日今年の4月2日に打ち上げた、ロケットが地球の軌道を周回しておりますが、星となって輝いている、まあ、宇宙散骨というか宇宙層になるんですね。で最終的には、まあ、宇宙ゴミにはならず大気圏に突入して流れ星になるといった、まあ、自然層の中の一つなんですけれどもね、大切な人のことを毎日夜空を見上げるために思い出すことのできる宇宙層という仕事をしております。ありがとうございます。めちゃめちゃ素敵ですね、はい、ありがとうございます。もう庄司さんに言われると、ね、あでも実はあの庄司さん、はい、の水素ボトルも吸ってらっしゃる方なんで、うんうんうん、メッセージカードですね、宇宙へのその思いを書いていただけるんです、これから、はい、もうめっちゃ昨日お伺いして、はいはい、もうめっちゃ楽しみなんですよね。なんかその自分の思いとかメッセージが、ね、そのもう今見れるんですよね。そうなんです、位置確認できるんですよ。ああ多分一番それ願い叶うと思うんですよね。そうですよね、はい、やっぱりこう思いをずっと宇宙にこう自分から届けられるっていうのが、はい、でこう庄司さんはねカードだけじゃなくて、私はちょっとの髪の毛も DNA もですね、はい、ちょっといただきまして、あの一緒に宇宙に飛んでいっていただければいいかなって。もうちょっと分身ですよね。分身です、分身、はい、オッケーですよね。ああ、もう髪の毛とか爪ってよく言いますよね。はいはい、術とかでも、はい、呪いとかの。ね、呪いじゃないけど、宇宙ファイターで。はいはい、まあ、思いがこもるというですね。念、はい、ですよね、念、ね。宇宙からパワーを送っても、はい、死者にこれから地球上で頑張ってもらえるっていう感じですよね。はいはい、もうぜひそうなってほしいと思いまして、で今回ですね、あのロサンゼルス行ってきまして、一応来年秋には第2弾打ち上がるということでスペース X の方と。一応話をしてきましたので、皆さんね、これからの水素ボトル水素を吸った方はメッセージカードがあの送れることになっておりますので、メッセージカードプラスですね、もしあの大切な方のご遺骨とかね、今どうしようかなって迷ってる方いらっしゃったら、もう宇宙へ打ち上げて、もうみんなでですね、もう輝く星となってほしいなって思っております。ありがとうございます。で笠井さん、宇宙層の笠井さんですけども、まあ、あのちょっと私通訳しますね、同じ日本語でいわゆるですね、うん、あのお骨ね、沖縄ではね、あの結構お墓にとか大きなね、はい、ママにっていうんで皆さんで親身してから、やっぱりね、あの先祖代々っていうところも多いとは思うんですけども、そのご遺骨のね、はい、一部でもね、そうです、うん、あの地面にという考え方だけども、今ね笠井さんおっしゃったように、こうずっとね空を見上げて常にね心もつながっているというね、うん、星様ね、お天道様ではないんですけど、本当にね空を見上げてありがとうというね、気持ちをというところで、そんな今あの宇宙層というね、はい、あの世界でまだ誰もがやっていない事業をね、やってないんですか。そうなんです、はい、じゃあアメリカとかでもやってないんですか。やってないです。このオリジナルの人工衛星にご遺骨を詰めてというのはもう初めてだったんです、世界で。実はすごい、僕あ、じゃあ死んだらお願いしていいですか。いやいや、もう全然 OK、 リングで死ぬかもしれないんで、あリングで死んだら、じゃあまあこれは遺言ということで、遺言ということで宇宙層、ね、ラジオ遺言です。すごい、ちょっとお話が盛り上がってきたところでね、はい、一旦ちょっと CM 入りましょうね、はい、頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 青い青い海と青い青い空の FM 技能は、次のワンナンバーワン。頑
頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。はい、皆さんね、嘘のような本当のね話ということでお話をお届けしてるんですけども、まああのね、突然のね、ものすごい、ご存知です、格闘ね、プロ格闘ということで7月にね、沖縄で戦われた、庄司さんのね、ライジンファイターの庄司さんのお話と、それからまたあのぶっ飛んだね宇宙葬というね、うん、でもねこれあの先ほどね言いましたようにね、あの沖縄でのね、こうした中で、うん、少しでも多くの方にねそういうことがあるんだよというところからね知っていただけたらと思って東京からお越しいただいてます。はい、お届けしてますのはパーソナリティ土井秀人でございますが、ね、皆さん朝から面白いでしょ、面白いねはい、そんなわけであの北条さん、はい、水素とのね、先ほど言ったあの12月でも20日まででしたっけ、あのメッセージカードってね。でもまああの一応年内目安にはしてるんですが、ちょっとさっきあの笠井さんに聞いたらもうちょっと、はい、あとになってもいいよっていう、あのご了解いただけたので、ちょっと延長しようかななんて思ってます。でもあのはい、ぜひそれであのやり方としては、あの私どもの WOO イーストのホームページに入っていただいて、WOO イースト .com で入っていただけるんですが、ここにあの宇宙にメッセージを届けようっていうプロジェクトのところをパチッと押してもらえると、ご自分の名前書いていただいて、それでメッセージを書き込んでいただけると、うん、私どもがお預かりして、それを笠井さんに託して、はい、来年打ち上げていただくと、うん、こういう流れになりますので、ありがとうございます、はい、ね、北条さんも、ね、お越しいただいて力強い、ね、メッセージが届きましたけど、あのそうですね、僕なんかでも結構ねあの気になった方にお伝えしているのが、まあ、あの水素ボトル販売とかね検索していただくとね、間違いなく上の方にビシッと出てきますからね、うん、はい、皆さんまだ大丈夫だそうですね、年内ぜひねちょっと気になった方、うん、あのネットからね注文していただくと、このメッセージが宇宙に届けられるということでございます。これどんなメッセージでもいいんですか。何でもいいです。庄司さん何書くんですか。いやあのいやいろんなこと書きたいんですけど、いやもういっぱい書いてもらって大丈夫です、はい、まあ、一番は、まあ、世界平和ですけど、あ、はい、いいですね、まあ、うん、結構ね世界平和を願う方のメッセージ多いですね、いただいてるのは、はい、一番いいですよやっぱりね、こんな戦争も起こったりね、いろんな今、ね、時代ですのでね、まだまだあの未熟ですよ人類は、あ、ね、いいですね、未熟な人類、確かにね、あの思います思います、やっぱりねそのお話というかね、こうなんか今こううわーっと視界が広がっているような、やっぱり宇宙というね大きな題材をもとにするともうね素晴らしい、未来がね見えてくるなという気もするんですね、うん、はい、そんなところでちょっとね笠井さんお話の続きといいますかね、はい、うん、あの笠井さんもでもあれですよね、出会いは僕あのロックバーだと聞いてるんですけど、そこから北条さんと出会って、なぜかこうやっぱり、はい、水素ボトル、水素ガスをね、お花にちょっとあてがうんですかみたいなところですよね、はい、私ね、もともと水素には興味があったっていうか、まあ、体にっていうのはしてたんですよ、うんうんうん、でもそれまではあの北条さんに出会うまではもう高いっていうイメージがあってなかなかたどり着けなかったんですけども、まあ、北条さんのね販売しているのは値段もお手頃ですし、うんうん、とにかく、まあ、前話したと思うんですが、私ももうこの水素を吸うことによってすんごい夜ぐっすり眠れるようになったんですね、うん、もうそれまではもうすごい心配性なものですから、いろんなこと考えちゃうと夜寝れなかった人が、ちょっと一言いいですか、はい、そうこの笠井さんのご性格が心配性でいらっしゃったのがそうなんですよ実はドクター水素ボトルでそうちょっと笑ってるゆっくり寝られましたね、こう寝れるなと、はい、そうするとやっぱり仕事もあのよく寝ることによってこう頑張ってできるようになる、うん、でここ最近なんですけど、私、まあ、年のせいかあの目の周りにこう斑点が飛ぶ病気あるじゃないですか、飛蚊症ね、あ、そうですそうです、はい、それがひどかったんですけど、うん、気がついたら飛ばなくなってるんです。いや、いいですね、そうなんですよ、すごいですね、それがね、うん、あ、これは水素のおかげなんだともう思うしかない、
そんなんでこうセミナーとかプレゼンやってて もう飛ばないからそれに集中できるようになったんです、うん、スイス本当は明らかに目にいいですからね。そうですよね。そうです、そうそう、僕は免許更新で、はい、メガネ裏あれですか、なしになったんですよ、はい、眼鏡等なくなったんですね、うん、なくなった、おめでとうございます、うん、ありがとうございます。本当にそれがそのような、ね、僕も乱視も老眼もなくなっちゃったし、ね、ちょっと老眼はねちょっと少しずつはでもそんなに急速には悪くならないですね、はい、僕なんかやっぱあのパンチを避けたりする時の動きにスパーリング前にやってやるともう全然避けれる、見えるんですよ、めちゃめちゃ相手のパンチが、あの明らかです。女子のソフトボールの、まあ、日本代表の選手と話した時に、うん、動体視力変わりましたって言うんですよ、まあ、まさにそれですよね、庄司さんの場合もね、やっぱ老化って目にすごい来るんで、来ます来ます、はあ、やっぱ年齢とともにやっぱり僕ら分かるんですよね、アスリートだと、特にやっぱり打撃競技はパンチ、目の視力がすごく大事なんで、プロ野球選手とかもそうだと思うんですけど、うん、なるほど、すごいところまで行きます ね、 なんかあのねよくっていうか私もねこうしてあのいろいろ逆にこうあのドクタースイートボトル の、はい、うん、あの補助さんからのお話でね、うん、あの学ぶところも多いんですけど、体の全体の血液がっていって動きやすくっていうアスリートの皆さんのイメージでしたけど、うんうん、目が、うん、そっか、大事っていうのは今のね修さんのお話で分かりますね、まあ、特に鼻から吸いますんでね、はい、あの一番目は影響が出やすいんですよね、うん、鼻、喉、はい、目、この粘膜系はもうめちゃめちゃいいですよね。だから風邪とかの予防とかにめちゃくちゃいいですよね、多分。あ、そうか、風邪ひかなくなりました。そうですね、僕もね8年間引いてないですけど、まあ、バカ風邪ひかないって言いますけどね。周りがそのコロナにかかっても、うん、私は全然かかってないというか、うん、すごいすごい、うん、このね威力、うん、やっぱりそうですね、まあ、あ、ここね、あの笠井さんの沖縄もそうですし、はい、うん、ロサンゼルスという、はい、12時間ぐらいねやっぱりかかるところ行ったり来たり、はい、それからのプレゼンでこうねハキハキ、もちろん喋るのもそうですけど、はい、ね、目が見えてなんか全てがなんか絶好調になってきますね。そうなんですよ、ね、あのね、一つだけ最後にあの、あ、朝伝読むじゃないですか、私あの葬儀の時に、うん、朝伝をあの読む字がはっきり見れるようになってきました。やばいなと思ってた時があったんですよ、うん、それがちゃんと見れるようになってきました。朝伝は見せれないですよね。そうですよ、それ見せたら最後ですからね。そうね、そう、そのくらいあの今はもうルンルンで、ルンルンというのはあれもあれかもしれないんですけど、仕事ができるようになりました。わかります、このドクター水素ボトル、うん、あの基本ね本庄さんその血液、ね、鼻の粘膜からぐーっとその血液の流れが良くなることによって、まあ、ほぼ全てのねもうそういった病気不調が良くなっていく、うん、と皆さんがおっしゃる、ね、ね、はい、おっしゃる、ね、間違いない。笠井さんの場合なんかね特に夜中まであれでしょ、アメリカと連絡取ったりすると夜中2時とかでしょ、だってやり取りするのは、ね、やり取りするのは大体12時過ぎてからです ね、 そうですね、だからねだんだんやっぱりねその目の疲労とか寝不足も募ってくるところが改善できてるというのはいいですよね、はいはい、もう本当に水素ボトル様々でございます、はい、そんなわけでねもう今日はもうまだまだもう喋りたいあっという間ですね。庄司さん来週か再来週かもまた来てくれますか、ちょっといやもうちょっと行くしかないですよ、僕全然言いたいことこうもっとす言いたいこと変わらないですよ。皆さん横でマイクを持ちながらもうお口が開いてる庄司さん、うん、はい、ちょっとね次回以降もね庄司さんとのお話楽しみに皆さん待っててください。またもしかしたら沖縄でっていうこともあると思いますね。はい、そんなわけでね、本日は、スペース、ね、NTK 代表の、笠井智子さんと、はい、ライジンファイターのね庄司さんをお迎えしてね、お届けしました。補助さんもねドクター水素ボタルもねまた来週も来てくると思いますが、パーソナリティドイヒレットが嘘のような本当のはね、皆さんありがとうございました。ね、皆さんまた来週ありがとうございます。ありがとうございました。